多摩産ヒノキを活用した子ども向けのスプーン、ナイフ、フォークなどのカトラリーセット。この商品開発には東京いちおし応援事業が活用されました。商品を開発したのは東京都江東区にある株式会社サガラ。ベビーキッズ向けの家具、雑貨の輸入、子ども用食器の製造販売などを行っています。子どもたちへの安全性を考え、石油、化石由来のプラスチックではないヒノキ材を使ったカトラリーを開発しました。カトラリーは東京奥多摩にある重度障害者のための就労施設の木工所から廃材として出るおがくずを使用。おがくずを国内の工場でプラスチック化。成形して出来上がります。カトラリーセットの開発までには形状など試行錯誤を重ねました。デザインは天使の羽をイメージ。また子供が持ちやすいよう持ち手にカーブした形状を取り入れました。さらにパッケージにもこだわりが。全国から広島平和記念公園に集まる千羽鶴を廃棄後に再利用。環境に配慮するとともに戦争のない平和な世界の願いを込めています。子どもたちへ、地球環境に優しい思いが込められたカトラリーセットです。